Hey, what's up, amazing and beautiful people? Your boy Lil Cash is here, and we are back with No Girls episode 6, round 4 dilemma. Man, I can't wait, and our aim is to hit the 30,000 subscribers before my birthday, which is on 22 of November. So guys, just hit that and let's jump in. Round 4 is a creative evaluation. Okay. I see Chica. The screen will test the real source fullness. Okay. These are emotional moments for them. Katie Momo, the cool. Yeah. トラックをもう用意してもらってます。そのベースになる音で、これなんとジャンルが全部違います。Last time Chica rapped so well. Yeah. Hip hop, pops, R&B. I love pop and hip hop. Coco, hold on. We got Coco, Kaneko Sora.Echo, Jewel, Hibiki, Katie, Kaori, Momo. Okay. みんなにやってもらうジャンルはポップスです。はい、一番王道な、あの、でもちょっとピリッとして、ちょっと強い感じです。スパイシー。Yeah.でこれ本当にね、なんで3チームにしたかっていうと、本当にいろんな種類の曲が出てきやすいトラックだろうなと思ったので、まあ、本当にチームそれぞれの個性がバンバン出るだろうなと思いました。スタジオ入ったら多分楽しいと思うよ、うん、で、okay. 大丈夫、できるできる、うん、私もいるし、なのでファイト。Coco, Coco now.And Sarah. あんまりさ、どういう嫌な経験したとかさ、話さないよね。人生観紹介。人生観紹介。ああ。Man, y'all should get your popcorn. ここは意外と。全部話しましょう。この際で全部出しましょう。わかりました。やっぱり みんな同じ夢を持ってる子たちだから、合格する子ももちろん中にはいて、うん、自分がもともと好きだった作詞とか、結構オーディションでやったりとかするけど、なんかそういうことするなって言われたりもして、なんか素朴な状態の人しか受かんないから、君みたいに個性ある人は受かんないんだよみたいなことを言われたり。だからこうだから、こっちここには出るなって、そう、本当に The sharing their stories。ここでデビューするしか私には道はなくて、もう自分が表現したいことを表現できるのは多分ここだけだし、それを分かってくれるのもここの参加者だったりとかチャミナさんとかだけだと思ってるから、頑張ろうってこと。そういうことだよね。そういう感じです。イサちゃんは、ね、ボヤ一体何を教わってきたの、
Chan Mina. I really need someone like her. She's really good at guiding the people. I don't know what kind of song it is.Day 2 of training camp. っていうのがあって、私がメロを乗せるんだけど、Man, I want to be in the studio with them. I really want. Whoa. I just feel like I am with them. Actually, yeah.Wow. になるって感じで、すごい秘蔵音楽だね、うん、本当に Yo. これめっちゃなんかまだ残ってたんだと思う。恥ずかしがっちゃダメで、いや、なんか思いつくのも全部やってみる、oh, yeah. で、それを3回ぐらい3、4回ぐらいやっていいところあったらピックしてっていうのをやってるんだけど、やってみる。モスキートイイナダナダダナナパンニモスキートイイナダダ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 She killed the chorus. Catchy. Yeah, it's catchy, 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 catchy. They really have fun. Coco. なんかどこがサビかとかはイメージついてる？イメージはについてます。大丈夫だよ、ほんと好きにやって、あのこういう曲聴きたいなみたいな感覚で。サラちゃんがめっちゃ好きかも。 I think the last round it will be really tough and difficult. サラだったら、Sarah、キャッチーになりそうですよ。一回流しましょう。うんうん、そう。Whoa! Wow. That was sick. お疲れ様でした。今、始まってから一番ピンチっていうか、一番やばい、不安です。worried。結構、あの時間ちょっと辛かったんですよ。出来上がったものはすっごく素敵で、
本当にこれからものすごい楽しみになるものなんだけど、正直な本音を言うと、うん、その私が歌ったメロディーのところは一個も入ってないんですね。へえ、なんかそれがなんか、実際のレコーディングまでにパートと多分振り付け進めてってもいいかもね。はい、すいません、これできたら例えばダンスブレイクみたいなの入れられますか？どこに入れたい？サビの後、サラちゃんの前か一番最後。ダンスブレイクみたいなのが欲しいかもっていうことなんですけど、はいはいはい、なるほど。何か、そうね、I need to make that! Oh my god! ありがとうございます。いやでも優秀、このチーム。うわー、うん、すぐできた。 The team is excellent, it was so quick. Whoa. They are so cool, man. ガラスを響き叩き割るように。もういいぞ。ちょっとしっくりきた。なんかできるだけ日本語の方が伝えられる。それが分かる分かる。ような気がしてきた。川島12年ダンスやってきて、なんか今までいた自分のところの中では結構上手い方だと思ってここまで来たんですけど、やっぱ上には上がいるじゃないですか、もちろんね。ちょっと一人になりたかった感じですね。サラちゃん、サラちゃんがいる。サラちゃん、みんな優しいんですけどね。じゃまだ打ち明けてはないんですね。まだ言っちゃう、多分言ったら泣いちゃうからまだ言ってない。What's wrong with the Coco? でもなんかそう、きっとまあなんかサラちゃんの中でなんか抱えてることがあるんだろうなと思ってて、でなんかね、むしろねそれを共有してほしかったっていうか、これからはなんかマイナスなことでも何でもいいから全部共有してほしい。うん、ママに電話したね、うん、もういろんなこと全部言って爆泣きしたのね、うん、もう朝パッパになった時とか、うん、爆泣きしてちょっと気持ちの整理がついたから、うん、もう大丈夫だと正直、うん、I think she doesn't want to share、だから maybe she will。 みんなが変わるっていうかはサラが変わるようにするから、なんか、うん、She really looks... What's going on? Like... Yo, 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 yo. Whoa. I mean, that's really an emotional moment for them, for everybody in the world. I'm not... I'm not... I'm not... Honestly, I think the most important thing in team is the coordination and the teamwork.
That's how you're gonna build a band, because tomorrow if you'll be famous and think like this, you're gonna disband, you know, you're gonna ruin everything. Oh my god, they're just crying. お母さんだって一番さ、oh、安心できる。I don't like crying. だけどなんか、sometimes you just can't control yourself. お互いのこともっと頼ってもらうもっと、exactly. いい、あれになるんじゃないかなって思って、なんか、二人には、その、経歴とか、一番の強みを持ってるけど、そうやって見たときにさ、何もないかもって、ね、感じたとか、ちょっと、まあ、ぶっちゃけそのプライド的にも来たし、情けなくなったとかあったから。え、マジで経験とか本当に関係ない。本当に関係ないからそんなの。分かってはいるんだけど、誰かが選ばれる立場なわけだよ。結局誰かが落ちて、誰かは認められて残るって。Oh my god, look at her eyes. So fluffy, she's been crying, I think, whole night. Whoa. Yeah, don't worry. Together we can build a team. Ah, you all are amazing. Whoa, that's a real emotional moment. Oh my god.Oh, that was beautiful. Yo, we got a team B, Echo, Jewel, and Hibiki.Day 2 training camp. They have a tea, like me. Feels like this.It's getting more difficult. Ooh, that was great. Oh, yeah.They have to write the lyrics over it. You got the right idea. So you got the すごいいいの叩き出してる初めてなのにね私もまだこんな出来なかったと思う。すごいちゃんといっぱい音楽好きなんだなって感じ。うんめっちゃいい。いい感じよ。いいの結構あった。
そういうこと、そういうこと。そういうこと、そういうこと。そういうこと、そういうこと。You're fast learner. Dun 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 Yes. Yeah, I love it! Man, the art is so professional, it's crazy! So, Day 4 of training camp. Shaddy wanna hit it. Oh no. それを最大限に発揮できずに風邪を引いちゃってどっちかな最初はいこちら開けて開けたもうI always get sick to be honest. I'm panicking. ちょっとまあいっぱい他のグループが近くにいるのとかも、まあで状況はやっぱ把握できるので、とかまあ体調とかのもあって、まあ結構ちょっとグループ的にはピンチな感じで。今日はどんなんでしたか？今日の一日はまあ泣きました。そうですね。はい。まあ、泣いて。まあ、みんなで励まし合ったっていうか励ましてくれて、うん、はい、まあ、みんなで体調管理もしてくれしっかりして頑張りたいと思っていますはいはいあいこちゃん熱出ちゃって一人でおはようございますあいこ has fever自分のとこ練習するしかないかなと思う。出口のない中をウォーキングをがまま探かわいいのに心の言葉がファインその程度がありのまにいるのに What do you know 共感すら求めてない必要な私に信じろにもうすでにイナフィシャリーもうすでにもうすでに YOI think I learned so many things while watching the videos. Yeah, it's incredible. Aiko's back from the hospital. やりたいっていうのはさ聞いてたけどさ、うん、ちょっと考えちゃったけど全然大丈夫でもさ、うん、歌詞がジールわからなかったさあそうだねごめんね歌詞を写してもいい、うん、いいよ So that's why the mask on、うん、あじゃあそっちやった方がいいんじゃない歌詞うん Day 7 of training camp 大丈夫どうよ何の調子がなんかでもちょっと変だよねまあでも前よりは良くなったね、うん、全然、うん、よかったよかった、 よかっためっちゃかっこよくてびっくりした本当よかったよかった頑張るね頑張っておいて一緒にやりましょう一緒に頑張ってこう OK Hibiki is back Hibiki 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 This is Beachy ちょっと待ってねNo, no, 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 no,
Katie が俺のママ、その一人一人を知りたい、うん、そうだね、うん、そうだね、お互いを知ろう、え、そうしようその脳の部分はそれぞれ何なんだっていうのが知りたいかも。結構安心しました。なんか元から、うん、まあ、グループは違ったんですけど話したことがある2人で、で小春に関しては結構なんか場を和ませられる力があるなってすごい思ってたので、小春ちゃんはもうなんかみんなのムードメーカーで盛り上げてくれて、そんでなんか表現力があって面白い、かわいい。 I love that thing。 私は周りからノーって言われてとかではなくて、自分自身に言っちゃう人なのね。wow. まあ、どうとしたらいいのにって思う時は結構あります。自分が嫌いなところを受け入れる。Wow. 嫌いなところを好きになるわけじゃなくて、なんか嫌いなところを受け入れる、ここのマインドを広げていくのが自分との向き合う時間で、自分にノーって言っちゃうのを直したい、だから自分を変えるために、人として成長するために。 I have the same problem honestly. I can't say no. このオーディションIt's serious. It's so serious. I end up by saying yes. That's amazing. That's amazing. I want to do my best. Let's do this. かけていいのかなって思った決め手が、高三の時にそのなんか事務所のオーディション受けて、なんかその曲、自分で作った曲を出してら声だけ使わせてほしいみたいに言われて、最悪。そう、自分の曲で自分として。自分の声で歌えないんだろうって思って、うん、それを言ったら流れちゃったっていうのがあって、ノーノーガールズ。そこで知った。カエルちゃんは正しいことを言ってまとめてくれる感じ、お姉さん。歌詞作詞作曲、あと楽曲制作の方も一から作ってました。出なかったらなんかサビ歌いたいとかそういうのがある、うん、あーパート分け的なね。パート分け的な。おはよう。おはようございます。プロデューサーの酒井さんです。酒井です。よろしくお願いします。イメージとかは考えてきたの？なんか、はい、自分がパッと思い浮かんだものでみんなにも共有したんですけど、なんかキーワードで言うとドロドロおっていうイメージがあって、ドロドロ、ね、そこからみんなと練ってね、過去の自分とか今まで自分の嫌な部分を全部振り払って這い上がっていくみたいなメッセージっていうか、自分に向けたメッセージっていうのをテーマにして3人でアイデア出し合ってました。ドロドロ、うん、ドロドロ、ドロドロに行くの、それともドロドロのとこから出んの？Comes out. It's more serious. Yeah. They are really so fast. Do you want to record it? Yo! Sounds perfect. Let's just record. Yo. La 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 la
じゃどう大丈夫大丈夫だまだ仮だから、ね、全然あのこっから変えてもいいし、うん、6日後にスタジオ入るのであのそれまで歌詞と、まあ、そういうのを全部決定した状態でレコーディングだからまあこれはもう本当なんてメモっていう状態、うん、ポストフックちょっと思いついてあら、いけ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 新しいパターン新しいパターンうちらが回さなくてイメージとしてはそのコーラスにかぶせる感じで、うん、ちょっと、うんうん、オッケーじゃあちょっとクッてオッケーかっけえ声でねえよ声でねラタ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 ラヤバパラタ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 ラアマパラタ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 タヤヤタタラララハタタタララ God damn, that was cool. We are done. We are done. That was a great one. チームよってなんか Depends on the team. え、メロは考えてるの？でも考えてんだ。すごいな。もう何もやることないやん私。Momo, Momo, Momo. 全然する。ちょうど私今疲れてきたとこそう、しみるしみるあ、ドロドロとした私の気持ちいつになればサラサラになるのあ、惹かれたレール歩くだけの面白みのない平均的な人生あ、なるほどめっちゃいいじゃんうん、いい感じいい感じ、うん、その後は、あの、歌詞が入ってないだけ歌詞もメロディーもまだオッケーオッケーオッケーじゃあちょっとここ作ってみよう、後で、はい過去の自分も知らない今までにあること全部覚えてないわけない You feel like a star sign あのけど感じる顔君次第だってことはこれは私への言葉もうできてんじゃん何これめっちゃいいよ、うん、They are professionals メロもいいし、うん、クリエイティブ審査するとこうやって見えてくるもんなんか思ったより見えてきました私は。うん、そうね。でもやっぱり一番なんかさらけ出すというか、うん、なんかね。本当裸の状態なんでやっぱりあそこであんなさらされてみんなにで歌を歌うなんてしかもまだできてない歌を本当に頭の中覗かれてるみたいなもんじゃないですか。そうね。で一番結構やっぱさ恥ずかしいしさ。うん、そう。へえそういうの好きなんだとか。へえそんな感じなんだとかっていうのが丸分かりですもんねめっちゃ楽しかったですなんか普段私家で自分ちょっとスタジオっぽい部屋があってそこで自分で撮ってるんですけどなんかちゃんとしたレコーディングプロのレコーディングはすごい貴重な体験だったのですごい新鮮だったしめちゃめちゃなんか勉強になりましたなんかカエルネーヤンがいなければ私は結構不安定心が急に不安定になってたなと思ってそのもちろん作曲経験が8年ぐらいあるって言っててもうそれだけで本当に安心というかでなんかそのバースとかコーラスとかそういうワードも初めて聞くことだったのでそれも事前にもう習っカエルネイヤンから習っててで今日のレコーディングも話が通じるみたいな感じだったので本当に頼りにしている存在です大丈夫です大丈夫だったえあれってなんか書いてないことも聞かれるんですかどういうこと本当にもう二人がすごすぎてついていけなかった高校じゃないって言ってでカエルちゃんもあそれいいってなってでもここはした方がいいんじゃないっていうそういう会議があるんですけどそれに全然グイグイ入れないなんかもうモモがいなくても多分成り立つなとか思っちゃってお前らと思考なのが悪いんですけどだからモモってなんだろうってまだ思ってますチームの中でBut yeah, this is so cool, man. Dance is a singer, not a singer, but a singer.
結構自分ももっと頑張らなきゃって思ってたんですけど、結構ダンスちょっと今苦戦してるかなって個人的に思って。But Momo, she's putting a lot of efforts. I can see that. I can see that. 自分のチームは歌詞もメロディーもすぐ決まって、もうすでに他のチームよりは早めにその全体像が見えて。Day 4. さゆりねえやん、どう？自分のやつか全部変えた方がいいかって思ってきた。なんでそれはさ、全体的なあれバランスを見てた。私終わってしてる人自分の強みだったから曲作りがあって、なんかそこで貢献したくて、なんか早く決まるのはすごい得意です。すぐポンポンアイデア思いつくんですけど、なんか I think she's having runny nose. Yeah, I think so. 泣いてないですよ。Yeah, I said already. Just having run no. She's crying.今までやってきたやり方が違うのかなって思ってきたら、なんか自分って何に残ってんだろうってすごい思って。I mean, you tried, you're trying. That means a lot. なんかめっちゃポン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 決まったじゃん。なんかもうこれいい、これいい、これいい。これで本当にいいのかなとかちょっと思ってたじゃん。うん、なんか2人にとっても良くない、自分だけこうなってるのってさ、チームとしてなんかあれかなって思って、なんかでもその気持ちを共有してくれただけで、うん、なんていうかいい、大丈夫、うん、もっと自信って、うん、ラルスバラスに行くとさ、ずっとなんか、そうだよね、そうだよね、そうだよね、いいものできても、うん、本当に大丈夫かなって思っちゃうから、うん、もっと自信なくっていう、ごめん時間全然大丈夫、うん、全然大丈夫。ダンスだと未経験な分歌で引っ張ってくって言ってて、ちょっと考えすぎたんじゃないかなって思うんですけど、だって楓ちゃんの作ったメロディーとか歌詞とかすごいいいのに、いやーダメだってなっちゃってたり、もうめっちゃ好きなのにすごい考えてて、なんか考えすぎなんじゃないって思うけど、そういうところもガヤちゃんのいいところだった。
Whoa. Oh my god, are you nervous? Oh, cool. I can't wait. Never mind. Morning. Best of luck. Oh my god, here we go. クリエイティブからみんなと一緒にやってきて I'm working together. 本当にみんなの才能をすごくこれでもかってぐらい感じれたのでさらに、oh、今日感じれることを期待してますのでどうぞよろしくお願いしますお願いします頑張ってファイト Whoa, god damn, it's like their day of resultThat was great. お疲れ様でした。ありがとうございました。練習はその各自っていう感じだった？それとも一緒にみんなで合わせた？半々っていうか、なんか私たちはこう結構それぞれなんか自分のペースだったり考え方がある中で、それを共有一緒にしてやっていくっていう作業が最初はうまくスムーズにいかないことが多くて、話し合いちゃんとした話し合いを2回していて、話し合いを通しながらお互いにこうどんどんお互いのことを理解し合って、本当に後半っていうか途中からこうどん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 みんなで一緒にやっていくっていう流れになりました。なんか顔つきの印象的なシーンがそれぞれにあったのがすごいグッときたんですけど、モスキートーンってワードはどなたが出したんですか？あ、私です。素敵な目の付けどころですね。Yeah, なんかの表情とあなた方の表情がすごい噛み合ったシーンが多くて、その度に胸を躍りました。かっこよかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。Oh my god, I'm just waiting for the result. Team B! Team B! かわいこちゃんたちが。お願いします。Yo. No, I don't want you for the sympathy. Don't eat your eye, I already got it shining. Just look and baby, bad. No.
Oh. This is No More Girls. This is No More Girls. これ作ってる時は響きが引っ張ってたイメージだったんだけど、そのプリプロの時ね、はい、その後の完成まではどういう風にまとめてたんですか？お互いにそれぞれこう自分が表現しきれない部分とか悩んでる部分がたくさんあったので、こう私たちの中でたくさん話し合って共有して、お互いに自分たちが苦手な部分を得意な部分で補う形で全体的にやっていたんですけれども。響きは何が苦手だった？私は今回は表情とダンスの部分がすごくこう不安があったんですけど、私のそれこそ苦手な部分を補ってくれるメンバーだったので、いろんなところで助けていただきました。ジュエルは何が苦手でした？苦手というよりこうなんか作詞作曲もそうなんですけど、やっぱ自分でもこう初めてのことをしっかりやろうっていう気持ちが大きくて、作ってる時すごい楽しかったんですけど、うん、なんかこうその自分の強みが今回はないから、そこでちょっと心細さみたいなのを感じてて、うん、っていうので苦手っていうよりかは気持ちの面でこう波があったのが一番大きかったです。なるほど。愛子は何が苦手だった？作詞作曲を経験したことがなくて、そんな自分のなんだろう表思っていることだったり、その経験を歌やメロディーにするのが少し難しく感じたんですけど、でも2人がすごくいろんな意見を言ってくれて、それを取り入れながら自分の歌詞が出てきたので、すごく2人には感謝していますし、チャーミナさんにそのもっと歌を頑張ってほしいと言っていただいたので、苦手な部分とその向き合いたいなって思ったので、なんだろうそのサミの部分でその歌わせていただきました、うん、なるほどね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。みんなグッジョブでした。お疲れ様。ありがとうございました。ありがとうございます。 Her mic wasn't working but yo okay we got this. I was really waiting for it then. Yo Momo Katie CoraI'm gonna be a superstar. I'm gonna see it. I'm gonna be a superstar. 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 I'm Oh, oh, yeah! I'm already. I mean, I love Team C. They were cool. Yeah. The part where it goes. なで正しいですね。歌詞上の。なるほど。すごい。なんて言ったんだろうと思ってシュッて見たら、がーと。すごい素敵でした。ありがとうございます。皆さん素敵でした。一
一番最後のアウトロの振り付けがすごいキモ可愛かったんだけど、おあれはない、どういうイメージなの？それは They look like a zombie。 じゃあやらせていただきます。5、6、7、カマキリ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 、お尻カマキリ。そりゃバイブス揃うはずだわ。こっちまで揃ってんだもん。一番揃ってたもん、そこが。もうごめんね、見逃せなかった、そこの振り付けだけ。ちょっと、それはカマキリかなと思ったけど、やっぱりそうだったんだ。素晴らしい。これは多分誰カマキリ。Yeah。 だよね。誰カマキリ。誰カマキリ。すごい素敵でした。ありがとうございます。That was fantastic. Oh.まあ、それで何が出てくるかは楽しみだなと思います。このチームで作った曲っていうのは宝物になる。日本としてもすごく誇らしい。 Wow. Oh my god, man. You know the line he said that Japan will be so proud. That's deep, man. That's really deep. I think the whole world, becauseYou know, the whole world is watching them right now. And I just can't wait for the episode 7 because they'll be announcing the result in episode 7. Man, we had to wait for a week again. God damn. But yo, this one, I really enjoyed it. The process, you know, of learning, practicing. Also, you know, they were having emotional moments. I think I also learned so many things.You know, when you meet new people, you build a team with them. I think sometimes it's really hard, you know, in the beginning. But once you'll get open, once you start sharing the things with them, it'll become easier for you to understand them. And they can also understand you, you know what I'm saying? But yo, I just loved it. And yeah, I think Team C performance, it was epic, my favorite.And A and B, they were cool too. And that's it, guys. I hope you like it, share it, and until next time, bye-bye.